ウマ娘プリティダービー、どうもロッチンTVです。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、レジェンドレース開催のお知らせが来ております。でこのお知らせとかこのハテナのシルエットについてはまた別の動画で話すかもしれないんですけども、今回はこれでスプリンターズステークス、短距離のレジェンドレースが来るということで、短距離育成の方をやっていきたいと思います。はい、ということで今回育成するキャラクターは桜爆心王になります。これはやっぱり短距離なんで星1でみんな持ってるキャラクターということで爆心していきたいと思います。はい、で今回のデッキなんですけども、 R のスピードキャラクターを3枚入れてやっていきたいと思います。でレベルも低いものになっています。でこれなんですけど、一応録画ボタンで、これなんですけども一応動画の録画ボタンを押すの忘れてたんで、ちょっとねレベル上がっちゃってるんですけども、でこれ一応育成終わってから撮ってるんですけども、育成の時は R のカードレベル1とかそういうのも入ってました。レベル1、レベル1、レベル5とかそんな感じでやってました。で今回の育成では一応ここに SR も入れております。まあ待ちかね福来たるを一応採用してます。ここに賢さとかを指していくのは結構いい育成かなっていう感じです。であとは SSR1 枚だけちょっと力を借りていて、手綱さんの力を借りてはいます。ここに SSR は手綱さんを入れていくって感じでやってます。手綱さん力を貸してくれ。であとはフレンドに北さんブラックを使っていきます。こちらですね。でこのフレンド枠に関してはみんな借りることができる。で特に北さんブラックの貫突のフレンドってみんな結構いると思うんで、ここの力は借りていく感じでやっていきたいと思います。ということで早速育成に入りたいと思います。で一応録画ボタンを押すのを忘れてたんで、ちょっと解説していくと、育成中に喋っていたこととしては、今回の育成ではスピードカード4枚編成という、ここが一応肝です。結構この短距離とかの育成ではスピード4とか、まあスピード5でもいいかもしれないけど、そういう育成もワンチャンあるのでちょっとやってみてもいいんじゃないでしょうか。で実際はこの R のカードを使わなくても SR のスピードカードとか使っても大丈夫なんで、スピード4枚デッキっていうのを試してみてください。でこのスピード4デッキに関しては短距離とかマイルの育成をするときは普通にめちゃくちゃ強いデッキになってくるので、まあ持ってるね SR とか SSR のスピードを指して、次のねレジェンドレースである短距離のスプリンターズステークス、こちらに向けて皆さんも育成を頑張ってみてください。であとちょっと収録されてなかった部分で喋っていくと、練習は基本的にスピードの練習を踏みます。まあ、特にスピードに何人かいる時だったらスピードを踏んで、まあ、絆も上げつつ練習レベルを上げていくためにスピード練習結構押します。であとは賢さとかを採用してるんだったら賢さで回復を狙っていったり、であとはたまにスタミナとかパワーとか補うっていう風に練習をしていくのがいいです。詳しくはですね、他に練習の動画とかも上げていますので、詳しく知りたい方はそちらの動画もチェックしてみてください。ということで育成パートにつなぎたいと思います。やべえ、録画ボタン押すの忘れてた。合宿終わった後です。ファン足りなくてレースに出てます。ハッ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 ハ、録画ボタン忘れてた、ハッハッハッハ。で一応確認なんですけど、こんな感じになってます。R のレベル1のスピードカードとか、R が3枚です、スピード。でフレンドの北さんだけはフレンド枠でみんな借りれる可能性があるんで入れてます。で70回復とかも結構多かったな、素晴らしい。委員長コールを、おスプリンターズステークス来たよ。こんな感じになってます。予想はいいっすね。でステータスはこんな感じですね。ナイス。選択肢はね、パワーとかを押したり、あとスタミナを押したりですね。
はい、スプリンターズステークスシニア級で来ました。これに向けてね、短距離を作ってるっていうことなんですけども、今こんな感じのステータスになっています。選択肢パワー取ったり、まあ、あと因子で補ったりして、こんな感じのステータスになってます。なんか普通にチーム競技場で使っても強そうな感じに育ちました。結構いい感じの育成になりました。さあ、スプリンターズステークス、レジェンドレースの相手どんくらいの強さになるかですよね。一応爆心王に対して爆心王を出すことはできないけども、まあ他のレースではこの爆心王で行くっていうのも普通に勝てそうな育成になってはいます。これで一応さ、レベル1の R のカード入れてるからな。出遅れ、さあどうだ、いけるか。いけー、爆心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 。いやー、ちょっとレジェンドレースも楽しみだな。これはだ。注目株。やっぱ11月の前半とかでやる気が下がる説、これ最近あるんだよな。魔の11月って呼んでます。ここで下げられたら痛いよね。特に手綱さんいないときは超きつい。手綱さんありがとう。ナイス、 29% 通していく。はい、ということでね、このような育成になりました。一応スピードが、1152ということで、もうすぐ1200届くっていう感じで、パワーも768で B プラスをあるので、加速力もあるのかなっていう感じ。まあ、短距離の育成はスピードとパワーをなるべく盛りたいみたいな感じなんで、結構強いんじゃないかなと思います。で、賢さも545あるし、根性も300超えている。で、スタミナに関してもこれちょっと多すぎるぐらいで、普通にいいっすね。スタミナはもうこれ対戦で出せるぐらい強いキャラクターになりました。で、今回の育成では結構70回復とか引いたりね、まあ上振れみたくはなったんですけども、言ってこれサポートカードレベル1の R のカード入れてますから、まあ、SR とかを使っていけばもっと強いキャラクターが作れるということにはなりますよね。なんで、まあ、フレンド北さん強いっていうのとか、あとはね、因子が強いとかもあると思うんですけど、まあ、フレンドに関しては、まあ、みんながね、借りることができますし、あと、因子に関しても、課金が関係ないところなんで、そこは育成を頑張ってね、いい因子を集めるっていうところも大事だと思います。はい、ということで、A ランク。作ることができました。これすごいな、 A ランクか、マジか、すごい。因子は星1か、まあ、そんな感じで、こちらですね、育成情報レベル1の R スピードカードを使ってみたという動画でした。まあ、継承に関してはね、そこまでめっちゃ強いわけじゃないんですけども、一応3の因子は使っております。はい、そんな感じでね、動画締めたいと思うんですけども、 R のレベル1のカードでもこれが作れるっていうのは、ちょっと、無課金未課金の人にも励みになる動画にはなるのかなとは少しは思います。まあ一応手綱さんはねレベル高いんですけど、こんな感じになっております。ということで、のっちん TV でした。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。気が向いたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。
ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまたな、バイバイ。